9時50分にハルビン行きの汽車を待ってます。監督は在留邦人を置き去りにして先に逃げたと、そういうことが通説になっているようですが、私は全くそうは思ってません。国境付近の要塞では本当に死闘を演じ、終戦を過ぎても戦いました。そしてその日本を守ると、日本の国土を守ることが最終的な目的ですから、この張りぼてになってしまってた関東軍はソ連の侵攻を受けて、トモン、そして新疆、そして大連、まあ、その3つの線を結び、またトンカに通貨に司令部を、下げるというのは本当に正しい選択だったと、そう思ってます。武器もなく鍛えられた兵隊たちもみんな南方に取られ、戦えるまともに戦える軍隊ではなかったからです。そこで朝鮮半島をまず守る、それが関東軍の選んだ戦略だったと思います。それしか方法は、まあ、結果を知った今の私でもそれしか方法はなかったんだと、そういうふうに思ってます。そして国境付近に取り残す、ソ連と戦った兵隊たちもいわば取り残された状態なわけです。それでも彼らは自分の使命を感じて、思って命懸けで戦ったわけです。馬頭席でも幹部候補生たちが戦いました。一日にして数百人の命がなくなっているわけです。在留邦人を置き去りにして逃げた、そんなことは一切ないです。あれしか方法がなかった。そしてそれが戦争だということです。